奈良県く上かの範囲くずかは奈良県にあった郡。1880年に行政区画として発足した当時の郡域は御所市の大部分にあたる。ただし古代には御所市古瀬付近は高市郡巨瀬里に属していた。葛城野の神ごの井で近世までは葛城ラギ神の氷と呼ばれた。二代水勢天皇の葛城ラギノ皇宮宮が 五所氏森脇に、五代、高昇天皇の脇上地神宮が、五所氏池のうち、六代公安天皇の秋津島宮が、五所室にあったとされる。五、和名類受賞に記される軍内の里。式内社、縁劇式神明帳に記される軍内の式内社。旧高級両取調べ帳に記載されている。明治初年時点での支配は、以下の通り。丸は、村内に。 自社除地が存在。なお、旧高級領取調べ庁では、本軍内の旧五条大官所の管轄地域が、廃藩地県までに五条県の管轄地域となったと記載されているが、明治3年11月の五条五支配所交付長や明治4年11月の社ごとに関する官書を伺い上申半権往復の県五条県では、管轄国軍に本軍を書いており、 急行給料取調べ長の5期と考えられる。1、御所長に、脇上村3、秋津村4、葛村5、葛城野村6、戸田郷村7、串良村8、奈良原村9、か田村10、み村11、東松本村12、小林村13、武田村14、西松本村。ありがとうございます。